戦が続くミャンマーで人道支援を行う井本克幸さんが太宰府市の日本経済大学でミャンマーから隣国のタイに避難している人たちの現状などを報告しました。井本克幸さんはミャンマーで長年にわたって農業支援に取り組むほか、旧日本兵の遺骨調査を行ってきました。現在は内戦でミャンマーに入国できないため、タイとの国境地帯で避難民に食料などの人道支援を行っています。今日の特別授業ではミャンマーや避難民の窮状を伝える一方で、井本さんに協力する現地の人たちが行っている旧日本兵の遺骨調査の進捗も報告しました。現場では現在進行形で動いてます。ご先祖の皆様方のご遺骨を必ずや日本に返したいと思っています。井本さんは今月末にタイへ戻り、避難民への支援を再開する予定です。